書いてるじゃないですか。ひったね。スマイリア重症ですよ。すみません、呼び出しまして。いえ、いきなり始まりましたけど。今こっちはアフターさんですけど、今こっちでコーヒー作っていただいてる。アフターのブランドが売ってるスポーティーコーヒー。ああ、なるほど。の開店前。はい、ちょっと開店前にお邪魔させていただいております。でも内容分かってないですけど、はい、とりあえず昨日 LINE で、家にある履いてない靴持ってきてくださいって言いましたよ。はい。どう持ってきました持ってきましたうわ持ってき方なんこれどうなのかな。これはあのアディダスのバッシュです。はい、いい感じに黄ばんでますね。そうですね、結構前にいただいたやつで、はいはい、あ、全然好きで履いてたんですけど、はいはい、まあまあ黄ばんでますよね。汚いなはい、でとこれも、はい、お気に入りだから捨てられない、うん、ちょっとやべえな、ちょこれやべえ、ちょっとこれ汚いわ、なんか恥ずかしくなってきたいや汚い、カビみたいな履いてます。大丈夫かなこれ。これ 何年ぐらいいました。それも3、4年前。3、4年前。3年前とかかな。3年前。でもう一個でもう一個がその汚れちゃって好きなのに履けなくなったっていう、めっちゃ汚いでしょ。これ何なんですか。コーヒーかなんか血が飛び散ってます。違う違う、これ血じゃん。違う、コーヒーかなんかやめてあのコーヒーかなんかこぼしたんですよ。なんかカフェかなんか入ってて。あ、本当だ、この横も。いやもうすぐ洗えばよかったんですけど、めんどくて。めちゃめちゃ綺麗ですよ、多分そんな数回しか履いてない。ヒュンメル、はい、です。やった、これも。そうだった。あとこの私の、え、なんでこれ別に履いてるじゃないですか。履いてるやつですね。ねよりヤバくなってきてますね。そうですね、あのこれよく履いてるんで、いやこれそこまで汚いかな。やめてやめて。やめてやめて、どこ見してんの今。でもこんなもんダメですよ。ダメ。バスケットやってる人って基本的にこうバッシュとかスニーカーやっぱちゃんとしないといけない。うん、あんまりねそういう。これ一番えぐいな。これ重症ですよ。それ重症ですか。うん、っていうことで。めっちゃ汚い。汚いけど。汚いけど。いいけど。これを今日、うん、僕の持ち込み企画で、はい、どこまで綺麗になるかをちょっとやってみたいなと。あ、なるほど。もう、あ、綺麗にしてくれるんですね、はい、これを。僕、休みの時に普通磨くんですよ。え、すごい。だってか、これ本当に僕使ってるやつ。すごい。これね、なんか有名らしいんですよ。これ何ですか。ジェイソンマーク。ジェイソンマークのプレミアムシューズ。で、これで、これで、ぐわーってやる、うん、で、拭き取ったら、あら綺麗になる。拭き取るだけなんですか。そう、これは汚さに応じて、1回から5回拭き取ってはやってを繰り返して、あと乾燥させたら、あら綺麗になる。はい、いやいや、っていうか、恥ずかしいからですよ。これで撮影現場行って、いろんな BE があるとか、これで行くんですよ。会場とか、みんな見てます。見てない、見てますって。そうだよ、多分みんな一旦ね、カメラ回る前に一旦これ見てます絶対やってきたなって。まあまあちょっと、はい、でこう、これにこれを置いてある水か出して、これさ、
忘れた。まあ、え、もうなんか白い感じする。やば、え、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。これやってて、これやりすぎて手することある。それ結構私大変だなって思います。これね、いい運動だね。右腕だけで。すっごいな、ここ。いや、ほんとそこすごいな。かかと、踏んだのかな？踏んだ？あの、履くときに、ほら、靴のあれとかでやらないのに、一気にバーって履く。けど、この、これ、使ってないでしょ。使ってないな。これ使った方が。確かに。たまに使うときもある。めんどくさがりでしょ。めちゃめちゃわかりますもん、靴も。あ、ですよね。これでもう一回このまま、そのまま上まで。綺麗。泡をそのまま上るんだ。そうそう、泡が一旦汚れをこう吸着してくれて、そうそうそう。で、これで、これ1回磨きね。ね、1回磨きでも全然違う。まあまあ、これ右左右の一緒かっていうとあれですけど、まあまあ同じ環境でずっと履いてた。うん。え、全然いいんですけども、それで。こいつ多分ね、せめて3回ぐらい。そんなにあるんだ。もう綺麗になってるじゃん。これなん、もう二軍とかでしょ。この部屋二軍だから、これが一軍。これ一軍。これ今やってる一軍。ねえ、ボソって言うの気づくからね。これ今二回目。ガッサリ出てますか。そんな嫌な人いるでしょ。うん、絶対嫌な人。え、めっちゃ綺麗になってる。おおおおえー、すごい。これ3回ぐらいでいいかも、ね。もう限界かもしれない。まあ、こ本当言うと、もうちょい手前で表してほしかった。あ、ここまで汚くなる前にってこと。そうそうそう。え、全然綺麗なんですけど、もうこっち。あれですよ、イチロー選手が言ってました。用具を大事にしない人は成功しない。はい、すいません。あんただってなんかバットのケースとか湿度とかも全部決めてるでしょ。湿度？バット、木でしょ、うん、あれが、そう、終わった後メンテナンスして移動、使ってない時間多いじゃないですか、うん、移動するの。適当に袋に入れるんじゃなくて、なんか湿度が管理されてるアタッシュケースみたいなやつに入れて、終わったら干すんですよ。で、試合とか練習終わったらバッと取った。すごいな。じゃあ、この、これね、コーヒーでしょ。本人はコーヒーって言ってますけど、塩。怪しいです。普通はしないですよ。私そのだから紐の部分はちょっと結構しょうがないけど。けどまあまあこれ紐変えりゃいい。それだけです。いやまあまあけどこのソールにも血がついてるから。ソールもついてるから。コーヒーね。コーヒーが。だから本当洗わなきゃな、次に置かなきゃなとは思ってた。けどそのまま次に行きました。いや、私が部分があらわにされるという話をすると
で、これで、ちょっとごめんなさい、紐は、うん、血が取れなかったです。すごいね。これほら、え、でも全然、まあ、若干ちょっと残ってますけど、うんうん、でもサイドが全然違うのが嬉しい。そこ汚れてんの結構こうねだったから、ね、めっちゃいい、嬉しい。これで片一歩ずつ、ありがとうございます。というわけで今日は靴をしんさんが磨いてくれたという動画でした。皆さんも靴は大事に着てください。おい、じゃあこれはいいんですよ。ここはいいんですよ。これは上は、うん、アクターさんの、そうですね、アクターさんの帽子、かっこいいですね。可愛いですよね。下がこれスカートなんですね。スカートなんですよ。あ、あれじゃないですか、あのジャージの、そうバスケットのジャージをイメージして、じゃあ取れるんだ。取れます。うん、で問題の、はい、どっちだどっちだ、あ、こっちが汚い、そう、こっちが綺麗、うん、こっちが綺麗な方、じゃあ、うわ、もう輝いてます、こんな感じです。